スーパータクトを出品したらすぐ売れちゃいました。僕 YouTube やってるんですけど、見てはいない。まあ、見てなかったです。映って平気ですか？あ、大丈夫です。顔も？はい、大丈夫です。今日はどちらから？埼玉県の行田市です。埼玉の行田から、はい、これを買いに来てくれました。はい、こういう古いバイクのレストアとかよくやってるんですか？はい、大好きでやってます。他はどんなのやってるんですか？シャリーダックス。ああ、ね、ああ、はい、なるほど。じゃあこれも頑張ってレストアしてください。はい、ありがとうございます。ここがね、はい、ちょっと割れちゃってるんだけど、それ以外は特に割れかけないし、はい、初爆は確認してあるので、はい、キャブソースぐらい、ワイヤーも両方生きてますね。じゃあどうもありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。GTF 熊沢。費用のホップ加工で、ギリギリ50メーター飛ぶぐらいになってます。40メーターは直進します。カートリッジ式落札された丸井のエアコキハンドガン KP85 の GTF スプリング入り、ギリギリ40メーターじゃねえや、40メーターは直進してギリギリ50ぐらい、こっちも同じなんだけど、 CZ75 はスライドの幅が狭いので、ここコッキングがしにくいです。ノーマルでもコッキングしにくいのに強化スプリングが入っているので、これはなかなか大変です。試し打ちしてみるか。たまたま友達が遊びに来たので、エアガン試し打ちしてもらいます。リュウ君です。7年前ぐらいからここにちょこちょこ遊び来てます。はい、いいですか？それはなんだっけ。これは KP85。 あれ、結構まっすぐ強く、あ、いいですね。コッキング重い？いや、自分は素人ですけど全然そんな感じはしないですね。オッケー。それがちょっと CZ75 はやりにくいかも。あ、持つとこが細くて、うん、ですかな。あ、でもこれもバビューンといきますね、この距離だと。うちのバネが入ってるからね。でも別に大人の男の人なら、うん、大人用ですよね。大人用、多分全然普通に弾けると思います。はい、こんな感じです。じゃあこれ梱包して発送します。あ、あとこれライフル撃ってみる。SS スーパー X です。ボルト引いてみてください。お、出る。カート入れないと。この中に入れる。で戻す。これで。そう。おお。これは気持ちいい。これね、当時の高級品。おお。で、これに玉を入れて、本当は拾った玉入れちゃダメなんだけどね。 SS9000 って知ってる？これどっち？こっち。そう、そこで、どっち玉入れ、これでいい。そう、 SS9000、ちゃんと入ってない。ちょっと難しいですね。難しい。おお。おお。SS9000 の高級バージョン。ロマンがありますね。うん。子供には買えなかったです。よし、じゃあこれを。梱包をしてください。はい、頑張ります。 GTF 熊沢。見学のお客さんが来て、バイクなんかめちゃめちゃ詳しい方なので、ちょっと
話を聞いてみます。まずどうやってここ来たんですか。どうやってその何を見て。まずはあれですね、 YouTube を見て、はい、はい、その後ヤフオクで連絡先と場所を知ったので、遊びに来ました。はい、で今日は何を見に。今日は DJI が欲しくて、でもいろんなバイクがあるんで目移りしちゃってます。はい、こちらのお兄さんは、はい、その話を聞いたんで一緒に自分も興味があるんで。はい。こちらのお姉さんは、私、保護者です。買いすぎ注意の保護者。最高です。はい、ありがとうございました。DJ1 ダブダールビッグパッチスタックとイブお買い上げです。頑張ってレストアしてください。ありがとうございました。